一段落は正しくは一段落と読むヨーロッパの洗濯機は高温の温水で汚れを落とす洗濯機が主流であるその理由は欧州の水は香水のため洗剤が溶けにくく 効果が期待できないためであるイングランドで初めてサッカーの選手権大会 FA カップが行われた1871年に初めてサッカーの試合時間は90分と決められたそこから ロスタイムの概念ができたのは二十年後のことである。のしは、本来はアワビの肉を干したのしアワビを包んだものであり、昔はケイジに海産物を送る習わしから昆布やタイなどを添えていたことが由来である。 栃木県の県名の由来は、その名の通り、土地の木が多く生えていたからと言われるが、はっきりとした理由は不明である。栃木には日光があり、日光県とする候補もあったが、徳川家由来の日光に、明治新政府が難色を示したため、 栃木が採用されれたとも言われているイタリアでは梅毒のことをフランス病と呼ぶのに対してフランスでは梅毒のことをイタリア病と呼ぶ。 図書館には本棚に並んでいて手に取ることができる閲覧可能な本のほかに、貴重な本や古くて借りられにくくなった本が収蔵されている閉鎖書庫というものがある。一般の人は中には入れないが、この閉花書庫に保管されている本の数はとても多く、 図書館によっては、八割以上の本が、平化図書に置かれている。おはぎとぼたもちは、地域によって差があるものの、基本的には同じものである。春の悲願はぼたもち、秋の悲願には、おはぎと呼ばれる。 タレント小坂井和樹の父親は、第9次、第15次の南極地域観測隊に同行したこともある寿司職人であり、民間人としては初の南極越冬隊員である。 オランダ人の探検家が見つけた島は、オランダのゼーラント州にちなんで、ノバゼーランティアと名付けられた。これを英語読みにすると、ニュージーランドになる。また、このオランダ人は、タズマンという名前で、タスマニア島の由来となっている。 仏の顔も三度までと聞くと、四回目は許されないと解釈できるが、もともとは仏の顔も三度なずれば腹を立つという表現が由来で、四度目ではなく三度目に怒られる。ラジオでは、 振幅変調は音質が悪いが遠くまで届く特徴があり周波数変調は音質は良いが遠くまで届かない特徴がある AM ラジオでトーク番組が多く FM ラジオで音楽番組が多いのはこの理由である振幅変調が AM 周波数変調が FM である。鬼滅の刃の珍しい名字。かまどという名字の人は全国で10名いる。品津川はおよそ10名。産屋敷は200名。主に三重県にいる。 関露寺は五十名、つゆりはおよそ五十名である。他にも、無敵、鬼、ゴウマ、などという名字も存在する。女性用下着メーカーワコールは、 京都のアクセサリー販売業である和光商事の名前から名付けられた和光商事の名を永遠にとどめるという意味の和光ルを英語風に表現したものが現在のブランド名となっている大根は 見た目としては白いが、本来は細胞や繊維質は透明に近く、光の屈折具合で白に見えている。大根を煮ると繊維質の崩壊と光の加減によって透明に近くなっていくのだ。 野球は最初は21点を先に取った方が勝ちというルールにしていたが時間が読まずに長引く試合が増えたため12回に限定することにしたしかしそれでも長引く試合が増えたため4分の3である9回にすることとなったのだ コロナ禍ニュースでよく使われる「コロナ禍」この「か」という字は「災い」という意味を持ち四季の中でも「災い」を転じて服となすと災害の際の災いではなく「コロナ禍の「か」の方で使われている。災いには 天災など、防ぎようのない災害の際と書く災いとは違い、人の努力によって防ぐことができるという意味が含まれており、コロナウイルスという脅威は乗り越えることができるという意味合いでニュースで使われていると解釈される。しかし、 このかという字は渦に非常に似ており渦もかと読めてしまうことから現在複数のニュースサイトでコロナ渦という間違ったタイトルがつけられている北極と南極では 陸地がある分だけ標高がある南極の方が最低気温が低い犬のための犬専用のテレビ番組が存在する漫画や映画で 人間の脳のほとんどは使われていないという説があるがあれは嘘で脳の研究が進んでいなかった頃の誤解である最近では脳はほとんどが使われているという説が正しいとされている パナソニックのテレビ関連ブランドビエラは映像時代つまりビジョンエラーを略したものとされる男子と女子の「死」について子供用ではないのに公共トイレは 男子トイレと女子トイレがある。大人ばかりなのに、サッカー日本女子代表と死という漢字が使われる。この死は子供の子ではなく、人や人物を表す設備語である。つまり、男子で、男である人という意味になる。 何歳になっても女子会を開くことは可能である。塗り薬として親しまれてきた赤チンは、ヨードチンキと比べ塗った箇所が赤色になったから、赤いヨードチンキと呼ばれたものが略された名前である。 正式にはマーキュロクロムといいヨードチンキとは関係がない寝る前に足の裏にサロンパスを貼ると足の疲れやむくみが取れる足の裏は体の末端に当たるため刺激すると 全身の血行が良くなり安眠やすっきりした目覚めができるとのことだしかし医薬品は正しい用法・用量使用部位に使わなくてはならない足が8本しかないタコイカというイカがいる 〇〇県〇〇市〇〇町。これを読んだとき、県と市は誰が読んでも県と市になるが、町に関しては日本人の約6割が町と読み、残りの4割が町と読む。関東にあるすべての自治体は町で、 関西ではチョウであるこの境界線は大体いい愛知県から福井県までで分かれているマスクメロンのマスクはムスクのような香りのことである 米軍の厚木基地は神奈川県の厚木市ではなく綾瀬市にある1957年全米ゴルフで優勝したジャキプーンはスコアの計算を間違え優勝が取り消された。 賞金1,500ドルを得られなくなったが同情したファンにより募金が集められその総額が5,000ドルになったため優勝賞金以上の大金を手に入れた植物にも血液型がある。 秋葉原の読み方はもちろん秋葉原であるが普通に漢字を読むと秋葉原と読めるこの葉と葉が入れ替わることを音位転換と言い音の並びを入れ替えることで人が発音しやすくなるときに起こる現象である子供がトウモロコシのことを とうも殺しというのと同じ理屈である。過半数を超えるという言葉は、半数を過ぎると超えるで意味が重複しており、本来は御用となる。 闘牛において、牛は闘牛士の持つ赤い布に突進する姿は印象的だが、実は、牛はあの赤い布の赤色に興奮しているのではなく、あの赤い布の動きに興奮しているのだ。 できちゃった婚はアメリカでは娘の父親がショットガンを持ってくるという意味でショットガン婚と言われる「会議が煮詰まるとは会議が行き詰まってしまうのではなく」 会議の結論が出せそうな時に使う。ジャストフィットは直訳するとギリギリフィットしているという意味になりあと少しでアウトになる状態のことである。 女優の泉ピン子はもともと女芸人である芸名はピンから霧までいる芸能界のピンを目指せという意味で付けられた血液型が大型の人は蚊に刺されやすい スコットランド人の祖先がウシュクベーハーと呼んだものがウイスキーという言葉に変化しロシア人がズッツネーニャワダと呼んだものがウォッカという言葉に変化しフランスではブランデーのことをオドビと呼んでいるこのいずれもが 命の水という意味である白バイは昭和11年まで赤色であった計算上1回の検索でグーグルは「 十二銭と稼いでいる大阪の不明の由来は「坂のある土地」という意味で室町時代から「大阪」という地名が残るしかし「大きな坂」という意味ではなく「お坂」 が転じたものではないかと言われている。オタクの語源。もともとは山の手言葉であなた様を表すオタク様から来ており、当時仲間内で相手に対しオタクはどう思う 頻繁に会話で使用していたのが由来であるピーコの所属する事務所オフィスお杉とピーコにお杉は所属していないモグラは 太陽の光を浴びると死ぬは嘘である「父離れ」は正しくは「父離れ」と読む高知県では 食べられる干渉剤としてポップコーンが販売されている。三重の県名の由来は、古事記において、大和武ブが東方遠征を終えた人において、私の足は三重に曲がってとても疲れてしまった。 という言葉を残したこととされる「8月1日」と書いて「穂積」と読む名字が存在する写真共有 SNS インスタグラムは「 インスタントテレグラムの略である打ち上げ花火が「Q」となる理由は「Q」という音を出すために笛がつけられているのだ。 セルフ式ガソリンスタンドに従業員がいるのは、客が使い方がわからず、困った時に対応するためというのも理由の一つであるが、それ以上に重要な役割があり、それは、ガソリンスタンドには、どの時間帯にも必ず、危険物取扱者、 の資格を持った人を置かなければならないという決まりがあるためである。ウサギはなぜ和で数えるのか。それは仏教では本来ウサギを食べてはいけないが、当時の人がどうしてもお肉を食べたかったため。 ウサギは鳥だからオーケーという理由をつけたためと言われているボーリングの原型を作ったのは宗教革命で有名なルターだと言われている犬飼い鳥飼い ウカイなどの名字は権力者からその動物を飼育することを命じられていたことからとされる動物を操ることはステータスの一つであったことから職業的には重要とされていたともされる武道の挨拶などで使う オスは、おはようございますが、おはーす、オオスオスと、短くなっていった形であり、京都の武道学校で、押して忍ぶという当て字が当てられた言葉である。つまり、武道の世界では、試合開始時にお互い、おはようございますと、 いしているる。ことになる楽器のビオラに大きなを意味するオーネがついたビオローネという楽器がありそれに小さなを意味するチェロがついたバイオロンチェロという楽器が生まれた。次第にその楽器は、 チェロと呼ばれるようになったが本来であれば小さな大きなビオラということになる白さと黒さに体の色に違いはなく口の形が白さは広くなっていることをワイド・広いをホワイト・白い と聞き間違えたことで「白菜」と命名されてしまったイギリスではドアを開けた瞬間に殺されないように女性を盾として先に入室させていたこれがレディー・ファーストの起源とされ女性への優しさとは逆の起源を持つ。 寿司・天ぷら藤山芸者これらの言葉は外国語でも通用する日本語として有名だが天ぷらについてはもともとポルトガル語が語源でそれがなまったものである「沖縄」の県名の由来は「 沖の魚の場、沖の名の輪が沖合の酒場となり、これが語源とされるという説と、陶器場所、沖那覇が起源とされる説がある。立派な人や地位の高い人の集まりを、 キラ星のごとくと表現するが、この言葉はキラ星のごとくと言葉を分けるのが正しい。星に濁点はつけずに読むのが正解なのだ。キラは立派な衣服を刺し、それが星のように並んでいることが言葉の由来である。 閲覧は「調べながら見る」という意味でさっと目を通すことや漫画などを読むことは閲覧とは言わない。全集ではお互いに問答を交わして悟りの深さを確かめ合うことを「一愛一冊」と呼ばれこれが「 挨拶となった。バスケットボールでは審判が得点を示す時もファウルをした選手を示す時もその数字を指の数で表すためユニフォームは1から3の数字をつけることが禁じられている。 CD を開発していた時最大で録音できる長さを決める時に世界的指揮者のカラヤンのベートーヴェンの第工が収まる長さがふさわしいという一言を機に 12cm の CD は74分という規格に決まったというしかしベートーヴェンの第句は 70分以内に収まるというのだ計算上普通のコピー用紙の厚さの紙を43回半分に折ると月に届く高さになる薬の CM は 用法用量をお守りください」のテロップとともに視聴者への中期喚起のためピンポンまたはそれに類した音を入れることが医薬品協会から義務付けられているドラえもんの尻尾を引っ張るとあらゆる機能が停止する。 という設定があるしかしもともとは尻尾を引っ張ると突然姿が消えるという設定であった藤子不二代がそれの何が面白いんだとその設定はなかったことになった スター・ウォーズのエピソード3は平日に公開されたためアメリカでは600億円近い損失があったといわれているソフトクリームは英語のソフトサーブアイスクリームが略された和製英語である英語では ソフトサーブが一般的な呼び方である。ビートたけしは「ダンカンバカ野郎と言ったことはなくもともとは松村邦弘がビートたけしが言いそうなセリフモノマネではったフレーズが世間に浸透したものである。 しかし、たけしのダンカンバカ野郎というビートたけしの冠番組が放送されたことがある。電子レンジのチンという音は、自転車のベルの音を真似たもので、当時の電子レンジの中には実際に、 自転車のベルが搭載されていたミスター・チルドレンのボーカル櫻井は中学時代に落語研究会に所属し「一級寿」という講座名を持っていた「空飛」とは 辛いものが好きという人のことではなく、甘いものよりも酒が好きということである。神奈川県の県名の由来は、現在の横浜市神奈川区付近に流れていた、上梨川が起源とされている。 テニスでゼロ点の状態のことをラブという由来は諸説あるが有名なのはフランス語で卵を意味する言葉をイギリスに入った時に発音上ラブに訳されたことからと言われているパンダの尻尾は 基本的に白色だがイラストやぬいぐるみは尻尾が黒色であることが多いそれは日中の国交が正常化するまで正面の写真しかなかったことが原因とされる琵琶湖は河川法上は河川に分類される 三面記事とはこの由来は明治時代の新聞は四ページで構成されるのが普通で一面は広告二面は政治経済そして三面が社会面であったことの名残である恐ろしさを感じる時に言う 桑原桑原とは、菅原の道真の領地であった桑原という地名のことを指し、その地は雷雲が来ても一度も落雷がなかったことから、そこに逃げれば恐ろしいことが避けられるという意味で使われるようになった。 社交界の清掃であった塩ビ服に対し、喫煙所で使用されるための室内着であるスモーキングジャケットが存在する。アメリカの富豪のロリラードが、その室内着で社交上に現れたことが人々に伝わり、それから彼の別荘地の名前、タキシードパークから、 スモーキングジャケットはタキシードと呼ばれるようになったかゆみ止め薬の「無比は」は比べるものがないほど優れた効き目という意味の「無比」が由来となっている「無比」はブランド名であり製造販売は富山県の 池田も反動が行っているオーロラは太陽のプラズマが大気とぶつかることで発生する緑や赤に見える時は酸素分子青く見える時は窒素分子がぶつかっている。 コカ・コーラ社の缶コーヒージョージアはアメリカのコカ・コーラ本社があるジョージア州にちなんで日本コカ・コーラ社が名付けたものである。しかし缶コーヒーは売れないとして販売に反対したのはアメリカ本社だったという。 鉛筆にはもともと、製図をする人用に硬さをレベル化した H と、画家用に濃さをレベル化した B という全く別軸のグレードが用意されたが、両方を兼ね備えた HB が生まれると、H と B は同軸上の連続したグレードへと変わってしまったという経緯がある。 大塩平八郎の乱などの乱は権力者に対して反乱を起こしたが失敗に終わった歴史的事件を指す。本能寺の変などの変は権力者に対して反乱を起こした結果成功に終わり政治的変化が起きた歴史的事件を指す。 オーストラリアの首都となる都市はメルボルンとシドニーの間で争われたが収集がつかないため距離的に中間にあるキャンベラという田舎町が折衷案として首都に選ばれた無意味で新しい言葉を作ってそれを流行らせられるかどうか という遊びをしていたアイルランドの劇場の支配人の男が街の至るところに落書きしたある言葉が有名になりついに辞書にまで載ったというその言葉がクイズ人に問うという意味のクイズの語源となった 洋菓子のウェハースとワッフルの語源は同じで、ドイツ語の古語で蜂の巣を意味するワッフェルに起因する。英語で表記するとき、w-a-f-e-r になったものが複数形になったものがウェハース。ワッフルと変化したものがワッフルとなった。 日本の国土面積は世界61位で全世界の国の中でも上位3分の1に入るまた排他的経済水域の広さは世界6位であるテレビなどでは 東京ドーム何個分という表現をよくするが、一個分は約46平方メートルで、正方形換算で220メートル四方。一辺の長さが2倍になると、面積は4倍になると考えると、1キロ四方の土地は、 東京ドーム20.5個分ということになる。お菓子のラングド社はフランス語で猫の舌という意味。生地の表面が猫の舌と同じくザラザラしていることから来ている。 日本人で海外で初めてプロサッカー選手になったのは歌手のさだまさしの実の兄である豆腐は腐った豆と角がこれは豆腐発祥の地中国でぷよぷよして 柔らかいものに対して、腐るという字を当てるためである。なので、柔らかい豆という意味で豆腐である。贅沢三昧などに使われる三昧とは、精神を一つに集中するという意味のサンスクリット語。 サマーディの音訳で、仏教などでは、ヨガや禅の行によって到達する究極の境地のことをそう呼ぶ。日本では、江戸時代の頃の庶民の中に浸透し、次第に自己中心的な考えを指すようになっていった。 サッカーワールドカップに日本代表が出場したのは1998年のフランス大会であるが、実は第一回となる1930年のウルグアイ大会に出場の正体が届いていた。 昭和初期の銀座の高級寿司で面白いものが食べたいという客のリクエストを受けて作ったのが酢飯をのりで囲ってその上にイクラを乗せた寿司であったこれが日本で初めての寿司ネタにイクラを使った寿司であり日本で初めての軍艦巻きだったという 鼻呼吸は片方の穴で行われており3時間程度のペースで使う穴の左右が入れ替わるアメリカの語源コロンブスの後にアメリカ探検をしたアメリーゴ・ベスブッチという人が コロンブスが報告書を出し遅れている間に自分の探検の時期を二年早めて報告してしまいそれを見たドイツの地図制作者がそのまま地図に書き入れてしまったためである織田信長の弟である 織田長政は、浦祭と名乗っており、徳川家康が幕府を開いた際に、長政は、現在の月屋橋周辺を与えられたことから、この地が浦久原と呼ばれるようになった。やがて明治となり、この地は有楽町と名付けられた。 現れるは、表示の表と、現実の弦、二種類の使い分けがあるが、現れるものが抽象的なものか、具体的なものかで分けられる。感情が現れる。成果が現れるといった、具体的なものでないものは、表示の表で現れる。熊が現れる。 姿を表すなど具体的なものの場合は現実の現で現れるという使い分けがされる3分クッキングでおなじみの食品メーカーはキユーピーではなく正しくはキユーピーである。 マクドナルドのロゴマークは頭文字の M をかたどったものではなく、シカゴ郊外に開いた1号店の店舗デザインに黄色いオブジェをあしらったことから、このオブジェはゴールデンアーチと呼ばれ、ロゴマークもその名前を踏襲している。 20歳以下は入場禁止というのは20歳を含む。20歳未満は入場禁止は20歳を含まない。30度以上の気温は30度を含む。30度を超える気温は30度を含まない。 レースボールを野球という日本語名にしたのは正岡式と勘違いされることが多い。正岡式は現在でも使われる野球用語を多く生み出したが実際に野球という名前を作り出したのは中満かなえという人物である。 ティーンエイジャーは一般的に10代のことを意味するが、正確に言えば13歳から19歳までの年齢を指す言葉である。これらの年齢には英語でティーンがつくためである。 飛行機の中でお酒を飲むと気圧の関係で通常より3倍近く酔っ払ってしまうことがわかっている。空の上のため医療的な手当を受けることもできないためお酒に弱い人は特に注意が必要である。 リンチといえば大勢で一人を取り囲んで暴力を振るうことのイメージがあるが正しくは法の手続きを踏まずに私的な制裁や罰を与えることを意味するアメリカのキャプテン・リンチという施設法廷の主催者の名前にちなんでいる サッカー日本代表はかつて戦前にフィリピン代表に15点入れられて大敗したその50年後にフィリピン代表に15点入れて大勝したことがあるコンセントというのは電気器具の電源プラグを差し込むために 壁に固定されている差し込み口のことでありコンセントを差し込むという言い方はしないシロアリはアリとは科目が違う「しかめっ面」で表されるように しかめるのは顔で、眉をしかめるという表現はない。同じような表現として、眉をひそめると混合されていることが多い。カバは漢字で、川に馬でカバと書く。カバは英語で、ヒポポタマス。 と呼もともとはギリシャ語の馬ヒポと川ポタマスが直訳されたものとされる葉っぱが紅葉する原因は糖分にあり葉っぱを砂糖水につけて経過観察すると秋でなくても 葉っぱを紅葉させることができる人口密度世界一位はモナコで一平方キロメートルに二万人弱世界最下位はグリーンランドで一平方キロメートルに一人弱と言われる世界平均は 1>, 1平方キロメートルに400人程度、日本は1平方キロメートルに350人前後とされる中南米の先住民の言葉でアボカドは紅岩の意味もあり欧州では 弁護士という意味もある東西南北と書いて「よもひろ」と読む名字が存在するハロウィンは「ハローイブ」がなまったものでこのイブは クリスマスイブと同様「前日」という意味である広島県の県名の由来は長くこの地を治めた毛利家の祖先である大江広元の広ともともとこの地で力を持っていた。 福島県庁の島が合わさった名前とされているしかし広いデルタ地帯である地形から名付けられたという説もある年を重ねると涙もろくなるのは脳のブレーキが緩みやすくなるからである。 ドラ息子。昔、遊郭では、ドラを鳴らしてお客を呼んでいた。そこから、金をつくと、お金をつくを引っ掛けて、遊びまくる息子のことを、ドラ息子と呼ぶようになった。 プロ野球球団も所有する IT 企業の DNA の社名は遺伝子物質の DNA と E コマースの E を組み合わせたもので E コマースの新しい遺伝子を世の中に広めていく DNA でありたいとの願いからである D の左に コロンがついているのは英語で笑顔を表すデライトマークのためである QR コード開発のきっかけは囲碁である直角三角形の 斜辺の二乗は他の二辺の二乗の和に等しいというピタゴラスの定理はピタゴラスの生まれる前から人類はすでに発見し使っていたとされている。るいいる歴史体のことを時代劇などで土左衛門と呼ぶことがあるが これは江戸時代の相撲力士の成瀬川土左衛門のぶよぶよな体型に歴死体が似ていることからいつしか使われるようになったとされる日本の名字には「ん」から始まるものがある。 ほかにもわをうの「を」からはじまるみょうじもある「おさか」「おびなた」「おゆみ」であるしかしげんざいでかくにんされている五十音さいごのみょうじは「わんめ」である。 日本の読み方日本は日本と日本二通りに読めるが本来正しいとされているのは日本の方で国際機関などにもこちらで届けてある。しかし現実にはどちらを使っても間違っているとは言えない。 カノウ姉妹は本当の姉妹ではなくグループ名であるもともとはカノウ京子の実の妹が参加した形で三人で活動していた商売を行うことを飽きないというが これは収穫した農作物や折った反物などを物と交換する時期が秋だったため秋を行うという意味の秋納豆から生まれた言葉である株式の指標であるダウ平均は ダウ・ジョーンズ社の発行するウォール・ストリート・ジャーナル誌による代表銘柄の平均株価のことである。創業者のダウ氏とジョーンズ氏は、証券取引所の近くに小さな会社を構え、手書きの経済ニュースを配っていたという。 サッカーボールは「せ長二重面体」という立体であるエジソンは友人の体内でガスを発生させ友人を宙に浮かせようとしたことがある。 新潟県と山形県の境には日本国という山がある近所の火災が自分の家に燃え移ってきても損害賠償金はもらえない。 電気うなぎはあたまがプラスでしっぽがマイナス。電気ナマズはしっぽがプラスであたまがマイナスである。ゴールデンウィークという言葉は NHK で使ってはいけない。 長崎の平和記念像のモデルはプロレスラーである元禄時代東京と中野区は東京ドーム20個分の犬小屋があった。 ヤップ島では世界で唯一石のお金が通用する。北海道ではサンマのせいで道路が大渋滞になったことがある。 熊本県では、蟻のせいで道路が大渋滞になったことがある。埼玉県には、雨が降ったら水没する駐車場がある。 普通の将棋は四十枚の駒を使うが、八百四枚の駒を使う対局将棋という将棋がある。ヒトラーは第一次世界大戦で、 失明していたメガネドラッグのモモちゃんは家来の数のおかげで採用された。 真珠湾攻撃は失敗していた山口県のガードレールは黄色い。 エクアドルの切手には野口英世が書かれているものがある「ドラえもんは原子力で動いている」。 馬は口呼吸ができないため走ると鼻息が荒くなるアメリカでは全米一臭い靴を決める大会がある。 タイのマクドナルドのドナルド像は合掌しているダチョウの脳みそは目玉より小さい。 ゴリラの血液型はみんな B 型である中世ヨーロッパでは女性が男性に告白をする際自分の脇の匂いを染み込ませたリンゴを渡していた。 マンボウは一度に卵を3億個産むニューヨーク近代美術館では間違えて47日間逆さまに飾られていた絵がある。 円周率の中には0123456789と数字が並ぶところがあるローマに本部を置くだけで領土を全く持たない国がある。 ハサミで手招きをしてメスを自分の巣穴に誘い込んで小尾をするカニがいる韓国ではバレンタインデーホワイトデーで何も起こらなかった人たちのための ブラックデーというイベントがある中国の「ネイちゃん」という名前の町には「父うちゃん」という川が流れている。 韓国人の苗字は300種類ほどしかないパンダが一日中食べている笹の範囲は実はほとんど栄養がない ペリーの本名はマシュカルブライス・ペリーであるコアラは一日20時間以上寝る。 18世紀ミイラは汽車の燃料に使われていたキリンは一日に20分ほどしか眠らない。 ウサギは毎朝自分のうんちを食べる日本の自衛隊は戦車のことを「特車」と呼んでいた。 ハイヒールは糞尿を踏まないために作られた22年間歌詞がなかった国家がある。 豊臣秀吉の右手には指が六本あったインドでは牛の鳴き声が聞こえる距離を長さに使っていたことがある。 日本のお札にはそれぞれ小さくカタカナで「ニ・ホ・ン」の文字が隠されている「大人より赤ちゃんの方が骨の数が多い」。 禁煙を開始する前の最後の一箱は普段とは違うまずい銘柄にすると成功率が上がる閉店間際のスーパーで 総菜の値引き額が半額以下にならない理由は、あまりにも安くしすぎると値引きを当てにする人が増え、低価で売れなくなってしまうためである。 エッフェル塔の長さは気温によって最大30センチほど変わる世界最長のドラマは43年間続いている。 アイスランドにはサガエ f m という FM 局がある南北で 162km ある村が日本にある。 マグニチュード6以上の地震の2割が日本で起きている漢字を部首別に分けたときもも多いのは草冠カンムリである。 全長3.4キロのそうめん流しが行われたことがある。オリンピックで陸上競技を最後にするのは閉会式を寂しくさせないようにするためである。 ギリシャは陸用と海用の二つの国旗を持っているロビンソン・クルーソーはダイヤをたくさん見つけて大金持ちになった。 ミッキーマウスは最初モーティマー・マウスという名前だったくじ引きで決まった将軍がいる。 口も肛門も消化管もない。海底のガスがエネルギーの生物がいる。暗い部屋で本を読んでも目は悪くならない。 毛を剃っても毛深くはならない新大陸を発見したのはコロンブスではなく北欧のバイキングである。 ウサギは寂しくても死なない小児科には年齢制限はない。 ダイヤモンドはハンマーでたたくと簡単に割れるイギリスの正式名称はグレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国である。 シマウマはヒヒーンと鳴かずワンワンと鳴く猫は一生のうちの70%を眠って過ごす。 香港では、ネオンサインをめい滅させると法律違反である頭のよさと脳のしの数はあまり関係がない。 タバコはもともと医薬品だったヨーロッパにも「セイ」が先で「メイ」が後の国がある。 はんやはへんしんとちゅうのすがたであるじつはゴリラはパーでむねをたたいている。 ライト兄弟は実は7人兄弟であるマリー・アントワネットは「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」とは言っておらずこれはぬれぎぬだとされている。 キザハットのハットは帽子ではなく小屋のことであるけん玉の発祥は日本ではなくフランス説が有力である。 ヤギは髪をたくさん食べるイメージがあるが実際は髪より草のほうが好きであるコウモリは唯一飛行ができる哺乳類である 天然ウナギのたまごは2011年までみつかっていなかった蛍のひかりかたはひがしにほんとにしにほんでちがう 東日本の蛍の発酵周期は4秒に1回で、西日本は2秒に1回である。イカには心臓が3つある。 タコには心臓が3つあるカメレオンが餌を捕食するときのスピードは時速100キロほどである。 ガラガラヘビは0.0001度の気温の変化を感じ取ることができる犬には鼻毛がない。 キリンは日本の家庭で飼うことができる。ミケネコの九十九パーセントはオスである。 コアラの赤ちゃんはお母さんのうんちを食べて育つ競争ウの90%は胃ようを患っている。

虫の鳴き声は電話では聞こえないメバチマグロの名前の由来は目がぱっちりしているからである。 ラッコは気に入った石を使い続ける使わないときはポケットにしまっている奈良公園の鹿はホルーンを吹くと集まってくる すっぽんは口からおしっこをするみじんこは危険を感じると頭がとがる博多の塩は メキシコ、オーストラリア産である見た目が似ているからという理由でバナナと名付けられたブドウがある。 反射神経という神経はない。彗星は一年より一日の方が長い。 サイコロの1の目が赤いのは日本だけである。人間の血管の全長はだいたい地球2周半くらいである。 パソコンのマウスをどれくらい動かしたかを表す単位はミッキーである。女子高生という言葉はイトウ・ハムが商標登録している。 保冷剤と消臭剤の中身は同じであるクリオネの正式名称は裸カメガイである人は 眠っているあいだにコップいちにはいものあせをかく「こもちこんぶのつぶつぶはこんぶのたまごではなくニシンが昆布にしんがこんぶにうみつけたたまごである」。 ダーツは真ん中が最高得点ではない。サッカーのノルウェー代表はブラジルに負けたことがない唯一の代表チームである。 エイタンテイコナン、ハットリヘイジの瀬やかてくどうは原作中で一度も言われたことがない。ガスが臭いのはガス漏れに気づけるように。 人間がわざと匂いをつけたからである。チビとハゲは同じ漢字である。野菜のオクラは英語である。 江戸時代にはすでに円周率が3.14だと分かっていたマッチよりライターの方が先に発明された。 ポテトチップスは着火剤の代わりになる何気なく時計を見た時最初に秒針が動くまでの時間が1秒よりも長く感じられる現象をクロノスタシスという。 イギリスに58文字もある世界一長い駅名がある「ラミパスラミパスルルルルルーン」の「ラミパスは」はスーパーミラーを下から読んだものである。 アライグマは餌をあらっているわけではないこおりは電子レンジでチンしてもとけない 消しゴムが発明される以前は鉛筆を消すのにパンが使われていた横歩きしないカニもいる。 郵便ポストの正式名称は郵便物差出口である携帯電話に着信や通知が来ていないにもかかわらず携帯電話のバイブ機能が 作動しているように錯覚する現象をファントムバイブレーションと言う。心理学的に遊園地のアトラクションは並んで長時間待った方が楽しさが増す。 花火が打ち上げられた時に出るヒューという音は弾が風を切っている時に出る音ではなく意図的に出している音である性的快楽を得る目的で 性行為をする動物は人間とボノボとイルカだけである刺身の下に敷かれているシートの正式名称はドラキュラマット。 刺身から出る水分や血液を吸収する目的以外に殺菌効果もある「爆笑の本来の意味は大勢の人が同時に笑うという意味である」。 ルートは根っこのルートの頭文字の R が由来となっている ATM でお金をおろすとき1万円を10,000円と入力すると 千円札10枚で引き出すことができる家具の裏面にカビが生える場合裏面全体にニスを塗るとその後一切カビが生えなくなる。 ぬるい缶ビールや缶ジュースはボウルなどに氷を入れその上で缶をコロコロ回すと数分でキンキンに冷える本という意味のブックには 予約するという意味がある。熊という意味のベアーはうむ我慢するという意味もある。腹筋は毎日行ってもよいが腕立てやスクワットは 毎日行うと逆効果で筋肉が痩せていく武田信玄は浮気したことを愛人の旦那に謝ったことがある。 SOS は何かの略語ではなくモールス信号で送信するときに打ち込みやすいからという理由で作られた文字列であるタキオンという物質は 最低速度が高速で最高速度は無限である東京タワーの大部分は解体した戦車の鉄で作られている。 歌に真珠は日本のことわざではなくイエス・キリストの言葉である世界で初めてテレビに映し出された文字はカタカナの「イ」である。 蛍の光はもともと再会を祝う歌であったチャルメラはラッパではなくオーボエと同じ二枚リードの木管楽器である。 スは金管楽器ではなく木管楽器であるベースボールを野球と訳したのは正岡式ではなく中間かなえである。 ガラスは物理学上液体である。干しぶどうをシャンパンに入れると沈んだり浮かんだりする。 神経衰弱を一回もミスせずにクリアする確率はおよそ千二十九分の一であるまいたけは人が待っているように見えることから その名が付けられた毛抜きは旧石器時代から存在する北極点で 自身が指す方向はカナダの方角であるブッシュ大統領が就任した時前のクリントン政権はいたずらとして政府庁舎のパソコン数十台のキーボードから。 W の字を外した犬猿の中は英語で「キャット・アンド・ドッグ」というカナリアの もともとの意味は「犬」である物理学用語には「後入りがお先に失礼現象」というものがある。 国際柔道連盟は本部が日本ではなくフランスのパリにある仏像を拝むことを釈迦は拒んでいた。 世界で初めてエジソンが作った蓄音機に録音再生されたのはメリーさんの羊である130年間燃え続けた火事がある。 理想的な椅子の高さを求める公式がある。世界で初めて、武に点々をつけて、武にしたのは福沢諭吉である。 CD の直径が12センチなのはベートーベンの第工が入るようにするためである「インカ骨」という骨がある。 サンタクロースは4世紀のトルコ生まれである超高純度の水は人を死に至らしめる危険性がある。 日本の国家のサザレ石は岐阜県春日村のもので現在も天然記念物として残されているクリスマスソング「赤花のトナカイ」の トナカイの名前はルドルフである羽田空港初の記念すべき第一番機の乗客は虫である。 インカ人はインカ帝国の首都クスコを宇宙の中心だと考えていた海底にも郵便局はある。 ボーンのパパはもともと天才だったマクドナルドのマックシェイクは赤ちゃんが母乳を飲む速さと同じように設定されている。 インドネシアとモナコの国旗はほとんど同じである殺人を犯したのに首相になった人物がいる。 グリーンランドは発見者の嘘からその名前が決まったアメリカの大リーグで二塁から一塁に盗塁した選手がいる。 馬車を日本に伝えたのは福沢諭吉である大隈重信の右足はホルマリン漬けで保存されている。 カメレオンはびっくりすると白くなるチアリーダーは昔はほとんどが男性であった。 ラジオ体操の発祥国はアメリカであるレフェリーとアンパイアは別物である オリンピックの第一回大会では1位が銀メダル2位が銅メダルで3位は何ももらえなかったイナバウアーはやったとしても点は入らない。 日本の公用語は日本語ではない桜島のローソンは茶色い。 パラグアイの国旗は世界で唯一表と裏の柄がちがうトルコ石はトルコでとられたことがない。 MSN のホットメールは HTML をもじっている音楽家のバッハもヘンデルもヴィヴァルディもカツラである 国内記録上最大の空から降ってくる氷はカボチャ大の大きさである。ナポレオンの絵は画家ダビッドの創造によって描かれた。 人の DNA をすべてつなげると太陽系10個分である「ん」から始まる名字もあるその名字は「んがむら」である。 そう天外という名前の植物が存在する。